次に死にたいやつ前に出ろ。レディース&ジェントルマン、ウェルカムトゥアルティメット MC バトル2021 The choice is yours Volume 5 My show REDBLOOD Ready for Yeah。まず全員にナイスチョイス、どいつもこいつもまだバキノイズ、イェイヨー、お釣りも返すで兵庫納豆分はザロボイル。 Hey Pony、 さすが第4コーナー、ライオンのオーラ太陽のようだ、バキンコロナ、 Yeah、 どこがホットかそれは心だ。まずは会場の全員にナイスパニック、何が起こるか探しに行く、自分の目が点になっても立ってる重心、ここから GO、 またレッツゴー、音自分のことで自分の行動上げてく、このマイクフォンフロー飛ばした途端燃えたぎるもの、もっと返して遊ぼうぜよ。日本一は過去の話、もう半年経った賞味期限切れ、俺は新たな山を目指してる、チャンピオンじゃねチャレンジャーだぜ。お前のことが大好きだけどな、俺は3年の時間なんか塔に埋めてるぜ。お前のこと下も上も関係ない言葉だ、揺らしてる比べそれでスクラム、俺なら関係ないぜブランク、いつでも乗り越えてきたスランプ、打ち出す言葉はまるで機関銃、都一刀流見せる地獄、本物ヒップホップ、半年で賞味期限切れちまうようなライブじゃねえ、一生聴けるライブだぜ。その大公開の中公開処刑初戦ナンパ戦、俺の勝率99ならこいつの残りは 1%、 それをたどり抜けられるまるで風船みたいに膨らますドリーム、このまま行く 1,2,3 数える間にみんながトレープ1,2,3 言わなくても探求し吐き出すブランニューシーン、yeah、 フィーサイ吐き出す度胸だから、できることはなぜコントと世界の中、それでもコントじゃなく本当のコントと根性、吐き出しに来たそれが俺の尊重の尊重、見せてきたぞ。土地がらまってんろ、生き方破天荒、ウィンピックにコピル冗談じゃねえよ、こいつはミュージックスポーツじゃないんだぜ、中身生身生活全部水準から 1,2,3 適当な話じゃないってこと、生活の上で成り立つこのミュージックの上、お前の言葉の心から聞かしてくれ。おい小僧、もう一回言ってみろ。こんなルール決められたものがアートだって言う人いるけど、これは確実にスポーツ、お互いのラップを比べる競技だぜ、アーティストフルなら次の8小節なんか絵とか描いて見せてみろよ。バトルの B オンザストーリー Beats and Raps 意味を求め、求めてるこのビートの中意味を求めて歩く、一歩二歩また三歩目に来た、相手はサイレントキラージョイント、静かにサイレントマーダー、まるで AC バリにナスみたいな意味合いのあるリリック、ナスバリにリリカルに行くぜ、イルマティックなものを聞いてここまで来、全身流れるヒップホップの DNA、 もちろんあんたのフローも入っているぜ、バイブスどこまでも、俺はいろんな人からいろんなものを得る、兵庫ならばボイルライム、シーマくんのバイブス飲み込む、 Yeah Yeah Yeah、弟子からおごちそう、ぐらいに飛んでる調子はもういい、42マルフィーこのフェリックビー、振り次ぎ次にビー次ごめん、スタイルは特にねえかもな、先行火つけてるだけの話、それ以上いかでもねえようなマイク持ってベル回してる、気つけ前に気をつけた方がいい、お前さんのそのライムやっぱりないのね DIS、 俺の方が DEMデフジャブのラッパー以上に俺のベロがこの場所でか、ミーガギャオ価値が合う、お前みてえに自己顕在欲を丸出し、赤コーナーマダファッカーマカー、多分去年の今ぐらいに同じようなことしたはずだな、1年でどれぐらい成長したんだ、いろいろあったな知ってるぜ、その間俺もキッパーを見返ってきたぜ、バイキンみたいに縛るラップのスタイル、よかるまおだまい、全然か早口しすぎた、だけども今日は人になってみようか、ヤブさんに成長見せてる出番だ、ジョレムレバンダよりもハードバンチャー、ボンボン俺たちは薄く玉なしの元な空がまぶい、塊でバカなり世界に一発追加ずち、いやなんだかんだ昔から
よく顔合わせろ。だけどそうだな、お前のその変化見せてほしいぜ。左手のラバトゥはデンジャー、どこにあるか咲くんだ。いつも通り言葉吐けば誰の脳裏にも残る。ローニーローニーベロの中でゲモンなマイク DJ TIGU 回してるこのビーツ。俺はファンキーにフローでちゃんと見せつける。そのファンキーなフローに着火すっていうか、お前の早口を俺が今宵は着火す。ディスるそこにある、ここオリジナル。わかるどこまでも飛べる通りになるスキル。切るべきもの侍ソード、目つきがお互い今日も危ない証拠。その衝動即興ノートに書いたライムじゃねえ、サプライズもいらねえ。愛を受けたと思ってるぜ、中四国のどっちかが一番か決めようぜよ。お前らの方なんて向かなくていいなんて思わぬお前ら調子まだ。最後の最後、ケツの方だと待つの地獄だな。だけどそれほどよどんだ気持ちを最後のフローに乗せていこう。もう聞いたよ、調子はとって前で真っ向勝負だろって。四国中国地方注目しろ、中毒症状のラップ。ああ分かったスクリュー、俺が投げるサイコロでスクリュー。レイハードナイがトップだヘッヘッ、出して今日も余裕だぜ。リョクシャン久しぶり、16小節で先行俺から始めさせてもらうぜ。相変わらず高いとこまで飛んでるね。下からいい塩梅で見てるぜ。あえて認めてく、認めてくんだよ。その上で今日は仕留めてくんだよ。まるでハンターさ、狩りのように散弾銃じゃ無理だよな。ショットガンでも無理だからロケットランチャーかな。それは俺の声と声量と頭の中スピリまくってスピンしてるかもしれねえ。レコードじゃなくて生のバンドの上、語源の楽器はまるでダイナマイトみたいだぜ。盛り上げに来てる、ぶちかましに来てる。誰が相手って目の前の呂布カルマだってね。誰よりも盛り上がってる。久しぶりに今年一の興奮をてめえで感じてる。ピストル、散弾銃、ロケットランチャー、手榴弾、核爆弾を持ってこようが何も俺には通用しない。何せ言葉の魔術師、言葉の中にだけ俺は存在してる。弾や剣や全部かわしながらお前の心の中に直接切り込むぜ。今さらまだ物理的な攻撃に頼ってるようじゃ俺には指一本近づけないよな。内科 MC、UMB いつだったかお前に一回勝ちを譲ったよな。忘れちゃねえぜ。リベンジするチャンス虎視眈々、いつまでも俺この中に持ってたんだ。忘れちゃいないんだ。ナンバーワンになりたくていつまでもやってる。こないだ勝ったって次負ければまた転がり落ちるだけだ。俺は1位であり続けるために今日もまたここにまた来たかっていうぐらい立ち続けてるんだ。